はい、皆さんこんにちは。3月31日行われた、神田智樹対、ケビン・ビジュネーバの試合の感想です。結果は、6ラウンド5回終了時ですね。5回終了時に TKO、 相手がね、だから 6ラウンド目始まりますって時にもう危険って出てこなかったんですよ。まあでもそんだけのダメージと実力差だったんで、まあ僕もね、解説やったんですけど、僕も4ラウンドぐらいかな、あ、これ相手危険するかもねみたいな話をしてて、まあ案の定危険したんですけど、まあリーチェットはもうしょうがないですね。体にダメージ食べてしまうだけなんで、相手も、でまあ無難に勝ったんですけど、まあ今回はもう1ラウンドになってから、まあ、前回本当はそう、本当は今回やる予定は、前回ね、2-1で判定負けした、はい、ドラミニとやる予定だったんですけども、ドラミニがなんかあの挑戦者なんだっけ、決定戦の方にね、はい、行っちゃったんですよね、はい、なんで急遽相手が変わって、まあ今回のケビン・ビジュヌエヴァになったんですけど、まあレベルの差ありましたね。まあ序盤からもうね、トモキはもうグイグイ行って、バシバシジャブ当てて、まあ下がらしてっていう感じで、もう本当一方的な試合、危ない場面一切なく、はい、だったんですけども、まあ相手がね、やっぱね、スーパーバンタム急遽は決まって、でスーパーバンタムから1階級上げてきた選手なんで、ちょっとねがっつり倒してほしかったなっていう、でやっぱあんだけ当てたんで、でもそうなるとやっぱり効かして、まあ効いた部分あるんですけど、やっぱ倒れなかったんですよね。であそこやっぱね、ガツンと倒すような、まああのボクシングじゃないと、例えばフェザー級でじゃあこのタイトルマッチになった時に、まあそこまでこうね、タイトルマッチにパンチを当てれる、あんなガンガン当てるとかないと思うんで、やはりこの数少ないチャンスで効かせすことができないとやっぱり大変だと思うんですよ、12ラウンド続けるってことは。なのでね、まあ今回の試合としては、試合内容は本当に別に100点です、内容は。ただやっぱりこうその相手に世界を、今後世界をまた目指してくなると KO しないと、はっきりと、じゃないとやっぱりなかなか当たらない相手に一発当てるってやっぱ難しいんで、そこで効かすことはできないと、やっぱ試合もね、相手がどんどんまた出てきてしまって、ポイントどんどん難しくなってくるんで、そこだけですね。なるほど。テクニックとかそういったものに関してはもうすごい抜群でしたね。チャンスが来た時に KO、 ダウンを取るパンチ取るか、ちょっと効かすかとか、それがないとやっぱり厳しくなってくると思うんですよね。まあでも、まあガードもいいし、テクニックはあるんで、まあそのぐらいですかね。まあ前回の時はドラミに行った時はスピードで相手に致命傷、ダメージ与えない、まあなんとかね、自分はもらわない距離で、相手の結構あるとグローブの上はバン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 ね、高速回転で打つっていうのが多かったですけど、今回もグイグイ前に行く、っていうスタイルに変わっていったんで、まあそのスタイルと前の持ってた足を使えるスタイルがやっぱりこううまくマッチしてくると、まあ KO も自然と生まれるんじゃないかなと、やっぱり離れるときは離れてと思わせて、相手が出た瞬間に踏み込んで打つとか、そうすると相手も油断っていうのが出てくるんで、グイグイ行くのもいいんですけど、確かにグイグイ行きすぎると相手も構えちゃうんですよね。もうグイグイ来るから、ある程度我慢できちゃう部分あるんで、まあ危険にさしたってことは、まあ、もうこれ以上やっても無理だって相手を思わせたってところは、またまあロマチェンコじゃないですけど、はい、ロマチェンコもね、3、4試合から連続で相手危険したじゃないですか、はい、いわゆるロマチェンコ勝ちという、そうです、もうこれ以上やっても無理だっていう、だね、そういう戦い方といいんですけども、やっぱりこうアスカマ当てるんであれば、やっぱり倒してほしい、ちゃんとっていうのが、まあ僕の思いというか、今後の期待したい、そうですね、あの友紀選手ってもともとメキシコベースで、いわゆる亀田さんのスタイルとはちょっと違った、違いますね。だからそう、だからあの2人兄弟、浩喜と大輝とはまた全然違うスタイル、今回はまあ、相手体格差もありましたから、そうです、ね、ガード固めて、こう亀田さんのスタイルに見えたんですよね。はいはい、まあ、グイグイいってる感じでしたね、やっぱりうまく融合させた方がいい、まあ、がいいですね。どっちかってことよりも、やっぱり行くとき行く、行かないときは行かないとか、まあどっかで相手を誘い込むパンチ、やっぱ自分だけ打つって普通に当てる、倒すって難しいんで、こう誘っといて
来たところにやっぱ当てるとやっぱさらに倍のパワーが伝わるんで相手が倒れるっていうのもありますから KO っていうのはね、うん、なのでそういったところですよね、うん、相手がただガードだけしてるとやっぱ倒すのは難しいんで、うん、効かすのは軽く打たして誘い込むとか、うん、そういったところもすごい大事でしたよね、うん、以前井上選手が少しあえて前に出させたんだみたいなことを振り返ってたんでしたっけ。そうですね、ずっと固めて出てこないとき、はい、うん、いやあれはあえて引いたんですよ。そうですね、だからそういったものも合わせていくとすごいと思います。まあ、まあセンスはね、僕なんかでも全然あるんで俺がどうのこうの言うっていうあれはないですけども、まあボクシングファンとして見ててやっぱりあそういうのしてほしいなっていうのがあったんで、まあまだまだ今後のでもね、うん、亀田選手に期待したいと思います。ご視聴ありがとうございました。皆さんチャンネル登録もよろしくお願いします。